はい。こんにちは、カブパパです。ここはですね、天神平ですね。ということは、まあ 100% 谷川岳、まあっちが山頂ですが、今ですね7時半ですね。今から熊穴沢の小屋を通ってですね、谷川の山頂まで、行ってみたいと思います。はい、8時6分、熊穴沢の休憩所ですね。ちょっと前行ってみますか。熊穴沢の避難小屋を出てですね、こっちですね、谷川岳山頂方面ですね。天神平からもう2キロ来たんだね。あとは山頂まで 1.8 ということで、では行ってみましょう。ここから先はですね、一昨年の何月だろう、10月の終わりぐらいかな、あと僕らのコンディションが良くなくてですね、この先の天狗の泊まり場の手前で引き返してきちゃったんですね。非常に前回惜しいことしたんですが、まあ今日は別に天気もまあ自分らも特別ないんで行きたいと思います。いやー、すごい景色。今8時40分、新潟方面からですね、だいぶ雲が流れてきましたね。あそこがですね、天神平のスキー場ですね。あそこまでロープウェイで来たわけですね。山頂はあっちですけど、その手前にこの登り切ったところがですね、天狗の泊まり場です。一応あと10分ぐらいの予定ですね。天気はこれ以上悪くならないことを祈るばかりですが、まだまだ急登が続くんで慎重に行きたいと思います。日本海側からの雲は、
かなり押し寄せてますね。空は晴れてんだけどね。9時15分。はい。懺悔岩です。こっちは天神の懺悔岩ですね。懺悔岩ってね、もう一個あるんだけど。はい。まあ別に何も懺悔することはないんで。ちょっと雲の色が黒いのが混じってる。この階段が出てきたってことは小屋まであと少しという証ですね。ああ、小屋が見えてきた。はい。こっちが谷川岳山頂方面ですね。まずちょっと小屋に寄って。よいしょ。うわ、何も見えねえ。お、少し晴れてきた。一休みしよう。あそこ行くか。9時40分、ね、谷川岳山頂に向かいます。非常にね、予定通り順調に、来てますね。ただね、予定と違うのはちょっと天候が思った以上にまあ良くないと。あのね、はっきり言うとね、めちゃくちゃ寒いですね。はい、トマの耳着きました。9時45分、トマの耳ですね。よいしょ。はい、1963m、トマの耳到着です。すごいね、何にも見えないね。トマの耳の方は本当の山頂行きましょう。いや、よいしょ。
こっちは何だろう、だいぶ濡れてるな。うん、今ね沖の耳方面に向かってます。一旦ちょっと下って上り返す感じですね。いやでもね、ここは本来であればすごいいい景色なんだけど、なんか海に浮かんだ孤島を歩いてるような、なんとなくねそんな感じがしますね。結構ね割と高度感があるんですよここは。だけど高度感がね麻痺してるね。まあそんな怖いとこじゃないんだけど、それなりに景色いいからね、こうなんか爽快感があるんだけど。ここはちょっと気をつけていきましょう。見えねえ。もうすぐ山頂です。行こう。そうだよ、ここすごい崖だしね。本来ならこっちがねずっと群馬県方面見えてんだけど、何も見えねえ。10時19分、沖の耳でですね
まあ、朝食兼昼食かを、取って、だいぶ体がですね生き返りました。これからですね、まあ、こんな天気なんで下山します。ちょっとねここはね下りがいろいろ大変なんで、動画の撮影は下りはなしで。肩の小屋を出て下山します。いっぱいいるね。下山すると晴れるってまさに今日のことだよ。しょうがないな。あそこは天神平のロープ駅ですね。いや遠いな。本当にね。じゃあ降ります。はい、ちょうど12時ですね。出発地の天神平ロープ駅に戻ってきました。ちょうど12時。いやー信じらんねえぐらい晴れてる。本当にね、山を降りると晴れるっていうね、過去何回もあるんですけど、今日は本当典型的だね。まあ、トマの耳、沖の耳といって谷川の頂上まで行ったんですが、まあ、その時はね本当霧というか、まあ雲でしょうね、真っ白で。いやでもね安全に降りてきてよかったです。